はい、本番。本番。よーい。はい。はい。マシン。まあ、脚本でもそのようなことが描かれてるんですけど、現実の世界に、今我々が暮らしてる世界に怪獣が現れたらどうなるんだろうというようなところから、怪獣が来て実際それをドキュメンタリーとして撮った場合、カメラはどのポジションから撮るだろうか、それはある時は空撮であるかもしれないし、またある時は路上から撮るであろう、そういったところをミニチュアセットの中でシミュレーションしてみるというか、中途半端な視線というのは一切やめようと、そこら辺を話し合いまして、もう徹底的に人間の目線で撮ってきたつもりなんですけど、ダメ、効果ないです。逆にここに置いた方がシーンも切れる。イノビジョンは黒の塊のようなレンズですから、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうんですが、レンズの開放値が16でして、16ということは太陽光と同じ光を当てないと、映らない。映らないし、ましては16の光を当ててあげても、それで開放値ですから、被写界深度が全然ないという、まあ、とんでもないレンズでして、光を当ててあげればそれなりに、すごい絵が撮れるんですが、おかげでセットで使う場合はライトを鬼のように焚いて、もうセットが燃えてしまうぐらい水をかけつつ、撮影したようなことをやってましたけど。はい、はい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。いや、多少はもう迫力っていうもんで2倍ですよね。2倍でザダーン、はい、はい、はい。日常のディティールというのは本当にこう、街を歩けばごくごく普通に目に入るものですし、逆に目に止まらないようなものかもしれないですよね。そういったものをというのも、まあ言ってみればごく当たり前の日常というものをそこに再現するということがまず第一歩だと思いますし、逆に日常を再現できないようでは怪獣映画として成立しないんじゃないかなと。今までなかなかその細かいところの作り込みっていうのは、状況的に許されるものではなかったんですけれども、ただそれそういう今までできなかったことを今回の作品でやりたいっていうのが、かなり最初からありましたんで、まあこれをやりたいなと思ってたものの中に、まあ山ほどあるんですけど、その中の一つに怪獣プロレスと、まあ、言葉は悪いんですけど、怪獣同士が己の力と力をぶつけ合うというような、まあ言ってみればプロレスのようなものを描きたいなと思っていまして、まあ、できるだけ人間らしくない、まあ、怪獣ですから人間がその動いている姿とは全然違うので、なるべくその怪獣らしい人間離れした動きをやってもらうの
にやってほしいなというのを注文して、でそれともう一つできるだけ、まあそれだけ巨大なものなんですけども、お互いを憎しみ合ってお互いを倒そう倒そうと思っているような戦いですから、できるだけ激しく戦ってほしいという、まあ、その2つを怪獣の人たちにお願いしたんですけども、いざやってみるとその2つが非常に矛盾した注文だということに気づいて、その矛盾した中でどこまで現実に近づけるか、現実的にこれはダイナミックで迫力のある絵だなというところに、動きであるとかそういうところを近づけるのに非常に苦労しましたね。当たりの位置がね、あ、そっか、こっちでも動かしてるけど低すぎてね、見えないんだわ。それでね、振りかぶりがね、そうするとだんだん下下がってきちゃう、入ってんのはこのぐらいだから、このぐらいの中で一番その見えてないのがない。孤独でしたね。まあ入ったはいいけど、この先もう真っ暗ですし、息もできない、何も見えないし、で声もなかなかね、周りの皆さんの声が聞こえないですしね。お待ちしました。はい、どうぞ。やってみないかと突然来たんですよ。もう驚きまして、なんでだろうってましてやね、今まで女性が入ってるっていうのがないですから、でもやってみたいなと思って引き受けたんですけど、顔のお芝居っていうのはできないですよね。全てがもう体の動きで表現されるんで、そういう部分ではかなりイメージトレーニングから始まってかなり苦労しましたね。今回サブタイトルが大怪獣空中決戦ということもあって、とにかくこうガメラは空を飛ぶし、ギャオスも空を飛ぶ怪獣ですから、その空を怪獣を空に飛ばすということが非常に大変でしたね。一つの方法として、まあ合成で飛ばすという方法もあるんですけども、合成で飛ばす場合もいずれにしても怪獣を釣らなければいけない、それはオープンに出ても同じですし、セットの中でやる場合でもやはり怪獣をピアノ線で釣らなければいけないというようなことがあって、空を飛んでいる時間の長さに苦労しました。やはり昔から怪獣は東京タワーを壊すというようなこと言われてますけど、実はちゃんと壊してるのはそれほどないので、ここはもう東京タワーの壊しの決定版をやってやろうじゃないかと美術の三池さんたちと話して東京タワーを作るということに相成りました。東京タワーのミニチュアは35分の1と70分の1の2種類の大きさで作りました。で35分の1の方はギャオス、怪獣が、人が入る怪獣が、乗る、部分ですね、部分の方を35分の1で作って、前傾の方は70分の1です。で両方とも基本的に金属製で作ってあります。やっぱり見せ場の最初の見せ場っていうのは東京タワーの爆発っていうのは、これはもうコンテを見た時から明らかなことなんですけども、あれはもう樋口監督がこういうふうに爆発したい、煙がこう出たい、東京タワーここから爆発してこういうふうに折れたい、角度はこうだっていう、もう極めてアニメ的にきっちりしたコンテを書いてきたんで、それを実現するのにかなり苦労したけれども、まあもしコンテを見る機会があるとすれば見てほしいんだけども、それはもう完全に再現できたと。煙の出方、煙のボリュームとか、それからあと折れ方とか、それと折れた東京タワーの角度とか倒れてくる方向まできっちりコンテに合わせた、あれはうまくいった
絵だとは思っています。東京タワーは結局3日にわたって1日1回しかできないんで、3日にわたって3回っていうことですよね。で多分ひょっとしたらどれか使ってるんじゃないかと、適当に使ってるんじゃないかと思うんだけども、うまくいったのは3回目だけですよね。それまでは倒れ方が悪い、まああと虫が入ったっていうのもあるみたいですけども、まあいくつかは良くない要素があって、やっぱり3日目にやった3回目が一番うまくいったとは思ってますね。それは使ってるわけですけども、引きの絵では怪獣映画の最大の魅力というのは怪獣が出てくるところ、それともう一つ怪獣が物を壊すところでありまして、怪獣が物を壊すことによってその怪獣の力強さであるとかパワフルな凶暴性、そういったものが描けるんじゃないかなと思って、今回は特にそのビルが崩れる、コンピナートが爆発する、怪獣映画だったらこれは必ずあるよなというような破壊の描写は一通りやったつもりなんですけども、監督やらあとカメラマンの木所さんから話があったのは、銀星というあの光が出る打ち上げ花火のような爆発はやめてくれと。今回は一応かなりリアルな思考の作品だったんで、ああいう見た目派手だけどリアルじゃないっていう爆発はやめようっていうことで、まあ、火と煙とあと土ぼこり、そういったものを主体とした爆発、あとまあ具体的に物が破裂破壊するっていう爆発を主体に取ったんですね。ただこう爆発は結局ミサイルの爆発、プラズマ光球の爆発、あと単にコンビナートが爆破炎上している爆発、まあ、いくつかそう種類があるわけで、ミサイルとかそれから砲撃、飛行機からの爆弾っていくつか種類があるんだけども、その使い分けっていうのがリアルって言い出すと種類が減ってしまうんで、そこを若干差別化するのに火薬の種類をこう工夫するのには選択の幅が狭まった分だけちょっと苦労はしたっていうことがあると思います。それから最後のコンビナートの爆発はあれもまあ迫力、とにかく1にも2にも迫力っていうことだったんで、かなりの量の火薬は使用しましたけども、これも見せ場として成り立つだけの絵になったと思ってます。小玉と言われている破壊力があって土や埃を飛ばすのに使う火薬なんですけども、基本的に火薬っていうのはみんな電気転換になってまして、ここに2本コードが出てますけど、これに電流を流すとこれが爆発するわけですね。でこれをまあこんな近くでやったら危ないけれども、コードの先につけて何個も何個もずらっと並べておくわけで、それを順番にどんどんどんと爆発させるときに、まあ片方を親に、片方をこの子に結んでおいて、この引き棒というものでこうと引いていくと、順番に火薬がどんどんどんと爆発していくというもので、これは我々三味線と呼んでいるものです。で、しもこれを紙手をしも、もう一本破片等々飛びますので十分気をつけてくださいね。はい、じゃあお願いします。本番。
ら大丈夫から空間大丈夫見ました？ちなみにオッケー。サリオもしてませんよ今の。